もう？こんな時間までやってたのか？え？わあ、もうこんな時間。気づかなかった。ずいぶん熱中してたようだな。感心感心。ご褒美に頬ずりしてやろう。うわー、ちょ、やめ。師匠、お酒臭い。あ、匂うか。少々深酒が過ぎたか。珍しいですね。普段はほとんど飲まないのに。嫌なことを思い出してしまってな。嫌なこと？なあ、私の師匠のことだ。師匠の師匠、そういえば聞いたことなかったけど、嫌な人だったんですか？そうでもない。気弱でドジで頼りなかったが、優しい人だったよ。こうして並べてみるとお前と似てるかもしれんな。はあ、それで似てるって言われてもあんまり嬉しくない。まあ性格はそんな感じで、しかも錬金術の腕はからっきしだった。このアトリエの錬金術師は代々町の工業家に助力してきたが、師匠にはそれができなかった。で、城の人間どもは手のひらを返したように。師匠、みかんな、どうやら相当酔っ払ってるようだ。こういう時はさっさと寝るに限る。あ、待ってください、今の話。明日は起こさなくていいぞ。飯もいらん。そんな、途中でやめられたら気になるじゃないですか。でも師匠の師匠か。今まで全然話してくれなかったけど、師匠の様子がおかしいことと何か関係あるのかな。師匠、師匠！受かりましたよ。合格しましたよ。これからもアトリエ続けられますよ。ああ、そうか。まあ受かるだろうと思っていたが。なんか感動少ないですか？私すごい頑張ったのに。3年間も。それは誰よりも知っているさ。お前はよくやった。おめでとう。ありがとうございます。グランドマスター、準備が整いました。ああ、ご苦労。ホムちゃん何してるの？そんな大きな荷物まとめて。私が頼んだんだ。これから町を出ようと思ってな。これからってそんな。今日はお祝いしようと思ってたのに。どれくらい出かけるんですか？出かけるんじゃない。出ると言ったんだ。当分は帰ってくるつもりはない。は？帰ってくるつもりはないって。え？何言ってるんですか？そんな急に。え？急ではない。前々から決めていたことだ。結局今日まで先延ばしにしてしまったがな。もしかして、本気？なんでですか？せっかく私合格して、アトリエも無事に、出ていく理由なんてないじゃないですか！合格したのはお前であって、私じゃない。そして、ここはお前のアトリエだ。私が居残る理由は一つもないだろう。そんなことないですよ！だって、師匠は私の師匠で、このアトリエだって、
だから。すまない。ひねくれた言い方しかできないのは私の悪い癖だな。以前、私の師匠の話をしたのは覚えてるか？師匠の師匠の話なんて、今は。いいから聞いてくれ。前にも話したが、師匠は錬金術師としての力量が乏しくてな。それだけが理由で、城の人間どもから随分と冷たい仕打ちを受けた。すでに当時、町の人からの仕事の大半は私がこなしていた。だが、それも良くなかったんだろうな。城の人間だけでなく、町の人間からも遠い存在になってしまったんだ、師匠は。そんな。師匠が病に倒れた時、見舞いに来てくれた人間は数えるほどしかいなかったよ。そして私は、この町の人間のために錬金術を使うことを拒否するようになったんだ。師匠が亡くなってからな。逆恨みと言われればそれまでだし、拗ねてるだけだと言われれば否定はしない。それでも私は。じゃあこの町の人が嫌いだから師匠は出て行っちゃうんですか？それは違う。私は、これはあまり言いたくないのだが。言ってくださいよ。そんなんじゃ私、納得できないです。だからな、それはだな。私ももう一度、真面目にやってみたくなったんだ。人々のために、錬金術を。お前を見てるうちに、そう思った。え？なんだその顔は。どうせ似合わないこと言ってんなとか思ってんだろ？そんなことお前に言われなくても自分でわかってると思う。違いますよ。ただあまり予想外だったんで。でもそれだったら別によその町に行かなくても、ここで私と一緒にやればいいじゃないですか。マイナスから始めるのはゼロから始めるより面倒だからな。今さら見知った人間に愛想を振りまけるほど私は器用ではないし、何より私のせいでせっかくお前が築き上げた町の人との関係が壊れてしまうかもしれない。それだけは嫌だ。でも、まあ、泣くな泣くな。そういうところは全く成長してないな。一生会えないというわけじゃなし、落ち着いたら顔くらいを見せに来るから。本当ですか？本当だ。私だってお前の顔を見られなくなるのは寂しいんだぞ。それに私が見てないとすぐにサボるからな。お前は師匠に言われたくないです。やっと笑ったな。やはり笑顔で送り出される方が気持ちがいい。ではもう行くぞ。ホム、ドロナの世話は頼んだぞ。はい、お気をつけて行ってきてください。ではな、ドロナ。はい、行ってらっしゃい。あ、行ってきます。しまいました。師匠ならきっとすぐに大人気の錬金術師になっちゃうよね。
ホムもそう思います。グランドマスターは天才ですから。だよね、私なんて比べ物にならないくらい。それは同意できません。マスターも立派なマスターだとホムは思います。ありがとう、ホムちゃん。よーし、私ももっともっとお仕事頑張らなくちゃ。うかうかしてたらあっという間に師匠に抜かれちゃうもんね。ホムもお手伝いします。何でもお命じください、マスター。